皆さんこんにちは。声優 e スポーツ部5期生として加入した涌井優と申します。初めましての方もいると思うので、自己紹介を軽くさせていただきたいなと思うんですけれども、私は緊張するさっきもさ、もう始まるんですか、もう始まっちゃうんですか、はい始まりますっていう感じでこうパッと始まったんですけど、こんな感じでいいのかな。自己紹介しないと。私は普段はこういう RPG だったりとか、こうソロプレイができるようなゲームを結構することが多い人間なんですけれども、今回は私のすごい大好きな「デトロイト・ビカム・ヒューマン」というねゲームをやらせてもらえるということで、非常に楽しみにしておりました。こういうゲーム実況動画は声優 e スポーツ部でも結構久しぶりらしくてですね、アドベンチャーゲーム系も私すごい好きなので、これからねいろいろプレイしていけたらいいなと思っています。加入前のアンケートで書かせていただいてたゲームとしては龍が如くとかね、今ホームページにも載せさせてもらってるんじゃないかなと思うんですけど、もし興味があったら見てみたいなと思ってくれる人がいたらいいなーなんて思ったりしております。はい、前置きはこんなところにして早速ねやっていきましょう。デトロイト・ビカム・ヒューマン、もう画面見えてるかな。ちょっと最初の設定だけ終わらせて、今一番最初の登場人物コナーくんというコナーさんかなというねアンドロイドが主人公のチャプターといいますかから始めていくんですけれども、まずねこのゲームを選んだ理由は、私このゲームプレイしたのは5年6年ぐらい前だったんですけど、そんな月日を経てももうずっと心に残ってるゲームだったんですね。だからもう一回やりたいなって思ってたんですけど、やっぱなかなかねどんどん新しいゲームも出るし、お仕事もあったりね、他にねいろいろ趣味もあったりとかで、なかなか同じゲームを何回もプレイするってもうできなくなってきちゃって、声優 e スポーツ部で何やりたいですかって言われて、じゃあこれをやらせてくださいという感じで、私からこのタイトルをね上げさせていただきました。はい、このタイトル初めて触れる人いると思うんですけど、見てもらった方が早いかな。始めよう、始めます。ちょっと見てみてください。これがコナーくんです。ここの左スティックで移動できます。コナーくんの顔見れるかな。後ろ見てくれた。なかなかハンサムな方ですね。すごいこのアンドロイドって背中に書いてありますね。アンドロイドなんですけど、アンドロイドとは思えないぐらい人間じゃないですか。この右のこめかみかな、ちょっとコナーくん見せて。ここに光ってるのがありますけど、これなかったらもう人間だよねってぐらい人間じゃあちょっと進めていきましょう。何か考えてますね。ピカピカピカ。情報が読み取れると。はい。ジョン・フィリップス、エマ・フィリップス、家族なんですね。家族だけど、鼻戻す。何が起きたんだ、そんな家族に。なかなかいい家に住んでますよね。素敵。お魚。ドワーフグラミ。ほう、ここでこのお魚を助けるのかやめるのか。アンドロイドだから別に助けなきゃいけないとかね、どう思うんだろう。これ別にコナー君っていうか私だから操作してるの。私は助けるよ。綺麗ですね。早く戻してあげて。綺麗。ここの表情なんか優しそうじゃない？優しそうな目してなかった？ああ、来た来た。あの子を助けてください。まさかドロイド。さあ、奥さん。いや、そんなのダメよ。待って、やめて。アンドロイドを嫌がってますね。交渉って言ってましたね。それって言わないで。うわー、すごーい、すごいね、緊迫感あって。こう長押しして目標、ああ、ここでいろいろ調べられるんだね。アラン隊長を探す、あれがきっとアラン隊長かな。行ってみましょう。もうすごい限界態勢ですね。アラン隊長、こんにちは。話す。アラン隊長、私はコナーです。サイバーライフのアンドロイドです。ため息。無視。無視しないで。あっ、名前聞いとこう。彼の名前はさあ、知らないな。どうでもいいだろう。交渉するには情報が必要ですから。どうでもいいってことはない。ちょ。犯人と交渉するのが名前どうでもいいってことは絶対ないよね。大丈夫かな、このアラン隊長。ちょっと待って、選択肢もう一回見るね。精神的ショックが私気になっちゃった。聞いてみよう。精神的なショックを受けたという報告は。いいか、子供を救うことだけ考えろ。すごい鬱陶しそうだね、このアラン隊長は。コナンが。ああ、成功率低かったね。手段を問わず人質を救い出す。現場の状況を確認する。はい、現場の状況を確認しましょう。どんなところ見たらいいんだろう。あ、分析するが出てますね。右スティックでカーソルを動かす。はい、お、調べられます。長押し、長押しなんですか？長押しですね。はい、うん？押してる間だけ見られるのか。9ミリの。はあ。悪い予感がするよ。ああ、コントローラー震えるの怖いんだけど。ブラックフォーク。かっこいいな。再現！再現しましょう。L2 または R2 で再現を見る。この荷物がどう置いてあるかで、この人物がどう動いてたかがアンドロイドだから分析できるってことですね。すごい。見てみましょう。閉じてカメラを動かすこともできるんだ。お、なんか出たぞ。変異体は父親の銃を使った。はい。戻ることもできる。変異体が自ら銃を取り出して、もう襲おうっていう意思があったってことだね。もっと調べられるとこあるかな。人質の部屋を調べる。あ、カメラ動かせる。これは、この辺はもうない。あ、さっきのこれ使えるのかな。あ、使える使える。あっちになんかありますね。見る。うわ、すっごい。なんか顔がアップになるたびにこの質感にびっくりしちゃう。他にはあるかな。あそこに黄色いマークがありますね。うわー、分析しましょう。あー、つらいよ。撃たれたんだね。さっきのあれかな、銃かな。これかな、調べましょう。死亡。あー、この人にも大事な家族がいて、きっと大切な人もいたでしょうに。発砲の痕跡と。なるほど、発砲は一発のみ。ここでも再現ができる。あー、辛いね。この人がだって撃たれた瞬間でしょ。あー、カメラを動かすといるねー。変異体は警官に撃たれた。ここもさっきのところも三角で出るのかな。あ、出てるね。見たんだね。さっきの娘さん。ほんでこうなったと。なるほど、外の方に出てったね、アンドロイド。さっきの再現を見た限りヘリが飛んでますね。あー、怖いよ。まだまだ調べられるじゃん。もう調べるとこいっぱいありすぎじゃん。こんな雑誌見てる場合じゃない。いっぱいある。この辺。無理。もうちょっと調べたい。でも基礎夕食をとるところだった。そこにアンドロイドが襲いかかってきたんだね。でもまだ全然これ達成できてないよ。ちょっと最初だからゆっくりやらせて。ちょっとあっちのあの人は調べたか。うわ、すごっ、金色の。なんか私一回これやったことあるはずなのに、すごく新鮮だわ。L1。怖いよ。分析する。手がかりをちょっと実況になってるから。あ、これカメラがやっぱり9ミリのね弾によって撃たれて。はい、次こちらもね撃たれて。カメラが私いつも左右上下反転でやってるからごめんなさいね。ここも撃たれてると。もうちょっと上、こちらかな。7時29分死亡と再現ができますね。この視線の先にはいるね、やっぱり。もうちょっと進むとここで分析ができると。父親は何かを持っていた。ほう、何でしょう。私思い出しちゃった。悲しいよね。だかまあね、思い出したからちょっと言っちゃうと、あのタブレットにアンドロイドの買い替えをね検討してるみたいなねページを見てるのよ、新しいアンドロイドを。だから買い替えようとしてたんだよね。で今いるそのアンドロイドは廃棄されちゃうよっていう。ああ、もう放送されてるんだ。わ見る。いた、いました。あれが、あ、確認。あ、分析するが出てます。キャー、なめた。鮮度の高いブルーブラッド。このブルーブラッドっていうのは型番分かっちゃうんだね。すごいね。アンドロイドの血ですね。外に出る？一回外に出てみよう。あ赤くなってる、粉も近づいたら飛び降りるぞ。やめて、お願い。すごいギリギリのところに立ってる。人間技じゃないね。わあ、もう名前。あー、そっか、ここで集めたのを使うのか。もう絶対ダメじゃん。大丈夫かな。ダニエル、やつらって言わないで。もう動揺してる。どうする。兵隊の信用を得る。ゆっくり近づく。穏やかに行こう。すごい顔だったね。終わらせたいって言ってるけど、ちょっと待って。本当にもう終わりでいいやってなってたら、終わらせたいだけなんだって、あんな風に叫ぶかな。もうあれはダニエルの精一杯の SOS としか私は感じられないです。どうにかダニエルもあの女の子も助けたいな。はあ、ちょっともう一回選択肢見よう。現実的に避難する、同情的に、同情かな。これちょっと翻訳がねちょっと難しいよね。これ私が思ってる意味のままなのかどうか。でもまあ言ってみよう。同情的に、ダニエル、君は何も悪くない。そうだね、悪くないよ。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。ああ、俺のせいじゃない。こんなはずじゃ。愛してたんだね。家族だと思ってたんだよね。あ、待って、周りを見る。うわ、そうだ。思い出した。ちょっと思い出しちゃった、いろいろ。そうだ。いや、ごめん。これ知ってる人にはごめんね。なんかあーって思ったかもしれないけど、拳銃がね拾えたの。もうちょっと調べれば、その拳銃とかもね、交渉に使うかどうかみたいなのは確か選べたりだとか、まあいろいろあった気がするんだけど、まあ今回はそんなの使わずに心に訴えていこう。待って、ちょっと今一瞬しかないから。なんだった今。冷静になれ。君の役目は人間に奉仕することだろう。俺は一体何なんだ。奴隷なのか、おもちゃなのか。大切にしてもらいたかっただけなのに。あ、物じゃないね。そう、人、アンドロイドだけどね。ああ、現実的に行こう。周りをよく見ろ、ダニエル。もう逃げ場はない。何の罪もない人間の命をまだ奪うつもりか。でも自分の命も危ないんだもんね。俺を怒らせていいのか。ダメ。俺が死ねばこの子も死ぬんだ。ダメー。聞こえたか。落ち着いて。あの音おかしくなりそうだ。あのヘリコプター、どこかにやろう。やってくれ。従います。対しましょう。ああ、コントローラーが震えてる。ほら、いなくなったぞ。あ、待って。うん。信じろ。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ。人質を解放すれば君を傷つけたりしない。うん。全員引き上げさせろ。落ち着いて。それと車を用意しろ。町から出たら解放して。一旦どうしておこう。歩み寄ろう。ダニエル、それはできないのね。解放すれば君を撃たないと約束するよ。嘘だね、撃たない。死ぬのは嫌だ。それが一番だよね。そう、安心させよう。死んだりしない、話をするだけだ。落ち着いてきてる。約束する。ずっと命令を聞くだけの毎日だった。うん。あ。今度は俺が決める番だ。助かったけど、コナーは一緒に落ちちゃった。ダニエルと。すごいね、このコナーのミッションのために何にも厭わない感じ。本当にアンドロイドだね。それに対してダニエルのもう人間らしさ。どういうことじゃいってな。女の子は助かった。でもダニエル助けられなかった。ごめんよダニエル。